敦賀ものづくり産業懇話会の特別講演会が11日ニューサンピア敦賀で開かれ、経済産業省顧問安藤久義さんが中小企業と地方の課題と題し講演しました。敦賀ものづくり産業懇話会は敦賀市と福井銀行、市内に事業所を置く製造業などの会員企業12社で構成する団体で、2018年に設立されました。会員企業や敦賀市経済の発展、雇用の拡大、地域の活性化などを図ることを目的としています。昨年度にはカーボンニュートラル勉強会や就職活動支援などの活動を行っており、今年度も高校3年生を対象とした企業見学会を計画しています。中小企業と地方の課題と題した今回の特別講演会には、会員企業や一般参加者およそ100人が集まりました。講師の安藤久義さんは2019年から2021年まで経済産業事務次官を務め、現在は経済産業省顧問についています。中小企業庁長官時代の2017年に市政施行80周年を記念した講演を行っており、敦賀市では今回で2回目の講演会の開催になります。講演の中で安藤さんは、企業同士や自治体同士が連携し、それぞれが抱える課題を補うことで新たな可能性が生まれると考えを示し、商品のヒットや地域の魅力発信に成功した各地の事例を紹介しました。また水素エネルギーをはじめとするエネルギー政策について、水素エネルギーを目的にするのではなく、地域や日本全体をどのような経済社会にしていきたいのか、敦賀市をどのような街にしていきたいのか、その目的を達成する手段としての水素エネルギーでなければならないと持論を述べ、エネルギー産業がある敦賀の特性や地域の在り方に即した水素エネルギーの活用に期待を寄せました。